君にはわからないだろうけど、ものすごく怖かったんだ。ネズミ、僕にはまだ知らないことが多すぎる。けれど、君を失うことが僕にとってどのくらい恐ろしいことか、それだけは分かっている。他の誰よりも君を失うことが怖い。嘲笑おうが、軽蔑しようが、それが本音だ。君に出会わなかったら、僕は自分がどんな人間なのか気づかなかっただろうな。でも、君と一緒に過ごして、泣いたり、笑ったり、怒ったり、自分にもいろんな感情があるんだって分かった。分かったことが誇らしい。君に出会えてよかった。